喋ればアスペ、黙ればコミュ障、慌てる姿はパニック障害。いやっこを返したい、おうございまー。発達障害当事者のさひぬちゃんです。お久しぶりー。で、聞いてください、はい。ちょっとさー、マジ、闇気入っちゃって。闇気。さっきね、あー、えっ、ー、と、現在は、 2月の27日、28日の時刻21時25分です。でね、闇キー入っちゃってて、もう昨日とかさ、なんか知んないけど、一日中ずっと泣いてるわけで、その泣いてるって言っても、悲しいものを見て、こうセンチメンタルな気分に浸って泣いてるとかじゃないんだよ。別に。 なんか、さっきもそうだったんだけど、お笑い芸人さんの YouTube を見てて、笑ってたら、気づいたら、おいおい泣いてるわけ。で、もうなんか、昨日からずっとそれが続いてて、ピークだったんだよね。で、お笑い見てさ、泣いてるとか意味わかんないじゃん。で、昨日なんかは、 アニメを見ててね、僕のヒーローアカデミアとか、ちょっと感動するシーンとかあったら、ボロボロ泣いてたんだけど、今日なんかお笑い見ても何見ても泣いちゃうんだよね。うん。で、まぁ、あ、ちょっと人間不信になることがあったんだよね、また。<laughs> ちょっと、ちょっとひどいことをされてさ、 いやーもうなんか犬のこともそうだしただ生きてるだけでも辛いし今どうしようって感じなの <laughs> なかなかね人生うまくいかないよねていうかさ人生の悩み事のさ9割はやっぱ人間関係だよね大体って思った、うん、どうしようもないことっていうのもあるよもちろん タヒルちゃんの犬のようにねこう心臓の病気にかかっちゃってとかっていうのもあるけど大抵の悩みは人間関係だね、うん、みんなさ変なタイミングで泣いちゃう時ってあるなんかタヒルちゃんは悲しいことがあったら泣くっていうよりもその悲しいとか何かその何 とりあえず心が動かされるものがあったら、喜怒哀楽関係なく泣いてしまうっていう変な癖がある。うん。でもそれで疲れちゃって、昨日久々にちょっとね、眠剤を飲んで寝たんだけど、全然寝られなくて。結局今日1時間寝れたかな。で、もう眠剤飲んでるからもうずーっと辛くって。夕方までね、全く目が覚めなかった。 意識失ってた、うん、まあ明日でね2月も終わっちゃうしなんか2月はほんとひどかったなまださ今年始まって2か月ちょっとしか経ってないけど一番ひどかったと思う <laughs> てかひどかったって言えると思ううんあと10か月後にも。 もう本当に最悪の2月でした。気持ちを入れ替えてね、また3月を迎えたいなと思います。3月はね、タヒちゃん誕生日だからね、また何か、ゲンガグッズでも買おうかな。<laughs> 自分への慰めに。はい。というわけで今日の動画はこんなところでございます。タヒちゃんのタヒの TV でございました。まあ、3月になったら実はこの YouTube チャンネル、 リフォームリフォームなんていうの真相回転しようとちょっと思ってるのでよろしければお楽しみに。じゃあねーバーイバイ